カルロ・バンダムはオランダ人のレーシングドライバー。8歳でレーシングカートレースデビュー。1998年にオランダカデットジュニアカートで3位となった。2001年には国際 FA 欧州チャンピオンシップでチャンピオンを獲得。翌年は FSA クラス世界選手権でシリーズ4位となり、最優秀新人賞を獲得した。2004年にはステップアップし、 オランダフォーミュラルノー2000選手権に参戦し5位となり、2005年はヨーロッパフォーミュラルノー2000選手権に参戦して4位になる。2007年にはさらにステップアップしてドイツ海3選手権に参戦しシリーズチャンピオンとなる。その年のマカオグランプリは14位になる。2008年には全日本海3選手権にトムスより参戦して9勝した上に残りのレースべてで 表彰台を獲得し、シリーズチャンピオンを獲得した。2011年のスーパー GT テスト時2008年より、同チームからスーパー GT にも参戦した。2009年は、同カテゴリーに参戦しなかったものの、2010年には、サードから GT500 に復帰し、2011年には、ディレクションから GT300 に参戦し、ポルシェ 911GT3 をドライブした。 GT500 への復帰シーズンとなった2012年には初優勝を遂げる。また、2008年より参戦したニュールブルクリンク24時間レースにおいてスバルテクニカインターナショナルから参戦し、2012年にクラス優勝を獲得した。その後も同チームから参戦を続けている。その後は活躍の場を家族が住む太陽国に移したが、スーパー GT に スポット参戦するほか、ニュルブルクリンク24時間レースや、アジアンルマン選手権、タイ GT 選手権や、ブランパン GT 選手権などの様々なカテゴリーで活躍している。ありがとうございます。